サブカルフィーバーちょっとちょっとなになにバー忘れちゃった、置いてきた。なんでなんで、よしよし、置いてこないで、置いて持ってきてさあ、始まったよ、サブカルフィーバー。紹介していこう。パーティー紹介、パーティー紹介、パーティー紹介、早速いきましょう。日常でフィーバー俺と高幸ね、高幸と片桐片桐くん、片桐くん、なんだよ今日映画でフィーバー、うまめちゃんとしえみ、スポーツでフィーバー。こいつらの紹介いる？いるいるいる。いらんやん。して影薄いやん。動物動物。誰も聞かんって。愉快な動物たち。そう、カメチとトムシバね。カメね、そういうことね、そういうことね。アニメでフィーバー。澤さんとマユチ。振り返りフィーバー。アシマチゴ。アシマチゴ。誰のものねかわかる？藤川じゃないの？死ねえ。生きてる生きてる、ありがとう。やめて、生きないで死んで。これちゃんとやってよ。よしとゴーとムラッチ。うん、いいよ、はい、じゃあもう全体的にちゃんとやってよ。なんだよ、伝わればいいから。伝わってないよ、絶対。伝わった伝わった、適当人間。適当おじさんって呼ぶ。おじさんじゃねえ、ま、適当はいいわ、適当はいいわ、おじさんはやめて。うるさい。次行こう、次も日常行こう、日常。早いよ、まだ。いいよ、いらない、いらない。説明とかしてない。あ、そう、じゃあ説明して。はい、この番組は皆さんからのお便りをお待ちしています、うん、ツイッターアカウントは@NSMRadio2016 @NSMRADIO2016、 ハッシュタグはアットマークじゃないわ、うん、なんだっけこれ、シャープシャープシャープサブフィーをつけてツイートしてください。はい、今回もサブカルフィーバースタートです。よろしくお願いします。この番組は名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校の協力でお送りします。せーの、 NSM 日常で、あ、フィーバー。何その気持ち悪いのに、やめてやらじゃねえ。なんで気持ち悪いとか言うかな。気持ち悪かったわ。うわ、そういうこと言ってくる。やばい、鳥肌半端なかった今。意味がわからんわ。ごめんって。いいよ自分の名前言って。片桐くんです。はい、高幸です。さあ、このコーナーは生活していく中でのあるあるや調べてみたいことをトークしていく、いわゆる普通のコーナーです。普通にやろうか、普通に。普通にやろう。なんで怒るやん。普通のこと言っただけやん。今日なんかアンケート取ってたよね。そうそう、うん、でテーマはね、は、うん、恋人にするならほっていうテーマで、はいはいはい、なかなか顔は良くないけど、うん、お金持ちっていうのと、うんうんうん、顔はいいけど、顔はいいけど仕事してない。仕事してない、うん、いわゆるニートね。そうそうそう、イケメンニートと、イケメンニートか、ブス金持ちか。ブス金持ちはなんか言い換えづらいね。そうだね、どっちかブス富豪か。片桐くん的にはブス金持ち。ブス金持ちがいい。うん、あ、そう、なんか、あ、そうなんだ。お金あれば、うん、違う なんか嫌いだな。俺そういうの嫌だな。えー、じゃあ高幸どっち？俺はね、可愛くて金ない方。へえ。何？聞いといて何それ。ぶん殴るぞ。怖い。やめて、嘘。俺が殺されそう。さ、結果はね、うん、その顔は良くないけど、うん、お金持ちっていう方が半分以上。あ、そうなの？クズ思考のが多い。待って待って。何？ディスられた。ディスった。傷ついた。傷ついて。謝って。やだ。うん、謝る、ごめん。顔怖えよ、ほんと。リスナーに伝わんねえもん、これ。俺やべえよ、冷や汗かきながらラジオしてるからね。なんでだろうね。え、クズじゃない？どっちかっていうと。なんでお金ありゃ人なんて見てないって思考でしょ。いや、違うよ。違うくないでしょ。ほら、この2択だからだよ。え、じゃあ他に何？顔は良くて、うん、顔も良くてお金持ちだったら、うん、やめよ、それ。そんなん、それやん。俺もそれだわ、それなら。完璧やん。俺働かんでいい、しかも可愛い子と一緒にいれるってことでしょ。完璧じゃん、それ。俺それがいいよ、俺。いや、あえてね、作らなかったから。うんうん、あ、まあまあ、だってさ、そんなアンケートなんじゃ、ならんじゃ。やっぱりなんか女子はお金、うん、そうだよね。俺さ、男だからさ、うん、なんか俺が養えばいいやみたいな。あー、なるほど、男性的な。そう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 、かっこよくない？ちょっとかっこよかったことない？かっこいい。
なんかコメント来てるじゃん、コメント来てるじゃん、コメントコメント、あゆみんさん、あゆみんさんかな、これは。ああ、あの、とんでもないやつから来たねとんでもないやつから来ました。きちんと働いて家庭を支えてくれないと困る、もちろんお金がたくさんあって困りはしないってのもあるよっていうので、顔は良くないけどお金持ち。こいつ家庭とか考えてんの？いやほら、だから女の人的には家庭を支えてくれないと困るからお金があった方がいいじゃん。そういうことね。こいつ的にはじゃなくて、そう、多分ほらこれをあゆみんの意見を尊重しながら考えるとやっぱそうだよね。そういうことね。キャラじゃなくないだって。多分いい感じに分かれてるよ。多分ね、この顔は良くないけどお金持ちは多分女性票が多いはず。ああ。で逆にその高雪みたいに顔はいいけど仕事してないのは多分男性票が多いと。そうだよね。分かる分かる。だからあゆみんがそういうの言ってさ、なんか気色悪くない？なんかほへーとしょるけね。ほへーと何も考えてねえ。何その顔ちょっと変顔したからってそういうのやめて気持ち悪いなと思って伝わらんって思うそうだね、そんな感じになったんだ。まあね、男性の方はお金目当ての女性には気をつけてほしいけどね。そうだね。じゃあ次のコーナー行こう。焼肉ってうまいよな。シェミやで。ポケモンが楽しみなマメちゃんことチンのミモリナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今期さ、アニメも中盤に差し掛かってきたね。そうだね。なんか見てる？あの、土日にちょっと見るくらいになっちゃってる。わかる、私も。最近さ、デジモンユニバースアプリモンスターズっていうのやってるじゃん。やってるんだやってるのやってるのやってるのそれで初代デジモンが見たくなって、今回はデジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームについて話したいと思います。おあ、そっか、デジモンね、私テレビアニメ見てたんだけど映画見たことないんです。はい、くそー、すいません。じゃあざっくりとざっくりとね、説明すると、はい、まあ、簡単に未知のデジモンがネットに出現して悪さをします。はい、そのデジモンを止めるために主人公が戦う40分映画になっております。40分なんだ、意外と短いんだね。そうなんだよね、最近映画って言ったら2時間とか1時間半のイメージあるけど。そうだね、40分だから気軽に見れるし、40分の中にもたくさんの魅力が詰まってるんだよ。そうなの？まず監督が細田守さんでしょ。細田さん、狼子供の雨と雪とか、そうサマーホース見てる？見た。それのストーリーの元となるのがこの映画なの。知らなかった。知らないの、まめちゃん知らなかった。はい、くそー、すいませんで、告示してるところとかは、例えば最後のシーンで、核ミサイルが落ちてくる。主人公のところに核ミサイルが落ちてくるシーン。核ミサイル落ちてくる？核ミサイルが落ちてくるの。わおその 悪さをしてくるデジモンのせいでね。そう、サマーウォーズだとなんか落ちてきてたよね。衛星だったかな。なんかね、でも、その主人公のところに落ちてくるのは一緒でそれのところも同じだし、最後の最後にあのよろしくお願いしますって、エンタキポチってやる。そうもあるよ。セリフ違うけどね、いけーだけど、エンターキーを押すシーンがあるし、本当に似てるところもあると思う。今すぐ比較したい。比較しても同時に見て時間が違うでしょパソコンとインターネットと同じだった。パソコンもインターネットも同じだパソコンとスマホでこうやってこう比較しながら見てほしい、ね、見たい。本当にデジモンアドベンチャーはね、俺の夏って感じもう冬になるよ。うるさいわみんなにも夏を共有してほしい。なるほど、この私の暑さを共有してほしい今日のシエミンはテンションマックスだね。そうだよデジモン初心に帰って改めて見たりとかもして、新たな発見があるからぜひ見てください。映画でフィーバーでした、でした。サブカルフィーバー、スポーツでフィーバーはい、
愉快な動物たち第1号カメチは高行きが大嫌いだ。カメチ言う人。おい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 、俺は高行き大好きだよ。ともしばです。はぁ、あ、はぁ、あ、じゃないよ。お前さっき嫌いっつってたじゃん。言ってない言ってない言ってない言ってた。大好きだよ。なぁやんのか。やらない。なんでいいだろ、戦争だ。あ、戦争に終わってさ、やめてよ。ということで今日、はいはい、僕が紹介したいスポーツはですね、スポーツのコーナーだよね。スポーツだよ。スポーツのコーナー。スポーツフィーバーだよ。はいはいはい。スポーツはですね、はい、サバゲーでございます。おお、ぴったりなの来た。でしょ、戦争だよ。戦争だもんね。まあどうせ、はいはいはい、君わかんないでしょ、サバゲー。あー、わかんないね。本格的なのやってこと。君もわかんないし、あんたもわからんでしょ、はい、あんたらってリスナーの皆様もわからないでしょ、っていう、わからないだろうから、はい、人もいるだろうから、よっ、ちょっとチャッチャッチャって感じで説明していきます。はいはい、お願いします。まあ簡単に言っていきましょう。はい、モデルガンを使って人を撃つゲームでございます。めっちゃさっくり言ったけど、それでしょ。それでいいの。そう、はいはい、当てればいいの。当てればいいんだ。でもそれにもやり方にもいろいろ種類があって、うんうんうん、例えばフリーズコールっていう、おーおーおー、敵の後ろに回り込んで、はいはいはい、動く。お、かっこいいじゃん。なんかかっこいいじゃん。もうその言われた人はヒットと同じ。うんうんうん、あ、大事なこと言うの忘れた。なになに。もし弾が当たったら、うわーじゃなくて、うんうんうん、ヒットーって手上げて、手上げて自分の持ち場に戻る、うん、ちゃんとルールがあるんだね。そう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 、はいはい、それを守っていただきたい。おお守っていただきたい、それやな、うん、で、もう一つがナイフアタックって言って、ナイフアタック、あ、そう、ナイフを持っていけるの、プラスチック製のね、うん、で、それで敵をぶん殴ったら横暴だけどヒットすごい乱暴なルールあるんだね。そう、乱暴ちゃんとそういうのも。ちょっと待って待って、何、さっきさ、そのなんだっけ、エアガンあるじゃん、使わなきゃいけないって言ってた。あ、そうだ。そのなんかナイフだけで戦っちゃダメなの。あ、よくあるね。おお、確かね、うん、場所によってはオッケー。あ、いい、ナイフだけでもいいんだ。オッケーだけど、うんうんうん、そのナイフだけ持ってたら君白目で見られる。白目で見られる。え、白目で、白い目でしょ。あ、白い目見てた、上見てた。俺を見てないじゃん。白い目で見られる。白目見てねえよ。一回やってみるといい。やはい、俺がおすすめする試合のルールが殲滅戦です。殲滅戦、とりあえず敵を殲滅すればいい。あ、なんかいろいろなんとか戦っていうのがあるんですね。いろいろ。あ、はいはいはい。でもう一つ言わなきゃいけない。なになになに。ゴーグル、うん、プラスチック製のゴーグルは絶対してってください。はいはい、絶対しなきゃいけない。で、危ないからね。カメチのおすすめは、うん、その腕とか出してると指だったら痛いから。痛いね、絶対それは。絶対、絶対ではないな。うん、長袖長ズボンで。うん、なるほどね。あとエアガンは。人や動物に絶対向けちゃダメだからね。それだそう、うん、はい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 、そうそう、ルールを守ってみんなで、うん、みんなで楽しもう。ほら、楽しまうって書いてあるんだもん。それお前の誤字だろ。楽しまうって書いてある。メモに書いたやつ誤字だろ。楽しまうって書いてある。ってことでスポーツのコーナーでした。はいはい、イエーイ、バイバイ、じゃあねー。せーの、 NSM。アニメでフィーバー。我、打点の王なり。沢さんこと沢俊介です。平民です。まゆちんことガオマユコです。はい、皆さんこれね、聞いたことある人はわかると思うんですけど、はい、今回ね、紹介していくアニメは、モンスターストライク、モンスターアニメを紹介していきたいと思います。はい、まゆちんさん、わかりますか。ごめんなさい、モンスターアニメ分からない。今、YouTube でですね、うん、こう、なんですか、アップされてるんですけど、アニメが、うん、その公式がですね、うん、あのモンストの、うん、まあ簡単にあらすじをね、言いますとね、はい、かつてね、あの主人公あの穂村蓮が住んでいた、町に、またその引っ越してきたんですよ。はい、あの穂村蓮が、うん、あの昔住んでた町に住んでた町 に, 昔住んでた町に主人公蓮が、そう、引っ越してき 引っ越してきたんですよ、うん。でもな、あの昔の記憶が あるはずなのに、うん、あの覚えてないんですよ。あの昔 の, その住んでた小学校4年生まで住んでたんですけど、うん、で中学校になって帰ってきたんですけど、その記憶がないんですよ、うん。で、まあ、そんな中ね、あのレンのスマホがあのぶっ壊れるんですよ。はい、でそのスマホを直してもらったら、そのスマホの中にね、うん、あのモンスターストライクっていうアプリが入ってて、うん、はい、でそのモンスターストライクを通じて、まあ、4人の4人とか3、4人の仲間ができるんですよ、うんうんうん、あ、4人、3人かな、3人、すみません、3人だよ、3人3人の仲間ができるんですよ。そう、あの例を含めて4人です。あ、そうですね。で、はい、で、それでそのモンストで、バトルをしながら、うん、そのなぜ記憶がないのかというのを探っていく、まあ、アニメなんですけど、今全47話、YouTube で、はい、配信されてまして、うん、で、
ないですね。あの一応 YouTube の公式で出してるので、もう1話からもう見れるので、1話から全部バーって見れるの、はい、で今もう全然見てないっていう人も、うん、1話から今からでも、見れる作品となっております。はい、でそのリアルのモンストともね、連動することができまして、アニメの最後に、解放の呪文っていうのがあって、それを、アプリの中で打っていただくと、便利なあのゲームを進められる、アプリがアイテムがもらえたりするんですけど、じゃあアニメも楽しみながら、はい、この自分が、沢さんとまゆちゃんが生きてる世界そうリアルのモンストのアニメでもあのモンストのあのやってればそのアイテムがもらえるっていう。へー、はい、楽しいね。そうです。へー、じゃあさ、はい、まあ、ゆちん全然知らないから、はい、沢さんに説明してもらいながら、はい、YouTube でアニメ見ましょう。そうですね、今度10月、12月10日にも、映画がやるので、うん、ぜひその映画も見ていただければなと、うん、はいはい、思います。じゃあ楽しみに待ってます。はい、じゃあ次エンディングのコーナーへ。エンディング、はい、レッツゴー。サブカルフィーバー、振り返りフィーバー。はい、始まりました振り返りフィーバー。本日のパーソナリティは、昨日の夜中ゲームやりすぎて眠いです、ヨッシーこと吉村まゆです。さあ、さあ振り返っていきましょうか。あの2人忘れてます。あー、ごめん忘れてます。あの2人忘れてます。あ、適当に紹介を。あー、村っちこと村上隆二です。ゴーこと渡辺剛です。さあ、そろそろ本当に振り返っていきましょうか。はい、オープニングと日常は高雪と片桐くん、なんかある。あの皆さん、お耳の方は大丈夫でしょうか。確かに、もう本当に一人モンスターが暴れてたんですけど、すいません、大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。あ、本当に高雪が叫んでしまい申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。なんだよ、もうね、なんでしょっぱち謝罪し、俺たち謝罪しないといけないの。いきなり吠えられたらしょうがないでしょ。耳が本当に心配ですわ。で、映画のコーナー、ね、デジモンね、懐かしいな。デジモンは昔よく見てたわ。昔か、俺ね、中学校らへんは見てたかな。うん、中学校らへんでやってたの。うん、その時なんか違うのも受けたんだよ。あ、そのシリーズぐらいしかもう覚えてないんだよ、うんうん、記憶が曖昧みたいな感じ。まあ、記憶力が、あの、振ってないんですね、記憶力に。そうそう、ステータス振ってないんだよ。俺はそんなゲームじゃない。俺はそんなゲームキャラクターじゃない。まあ、その次はスポーツ。スポーツね、サバゲね。サバゲってスポーツなんだな。サバゲスポーツっていうのも驚きだよね。そうだよね、びっくりした。サバゲってもうなんかただの遊び的な感じだった。サバゲがゲームだもんね、人打ちだけど。やってる人いんのかなって思っちゃう。あんま見ないよね。見ないね。聞かないしなもんね。じゃあ次アニメ。アニメね、モンストね。俺モンスト普通にゲームやってるよ今。マジで俺もやってる。やってるよ。めっちゃ楽しいよね。俺の推しキャラはカムイです。わかんねえよバカ野郎。カムイね、強いよね。強いよね。もう引いてねえもんね。やばい。もうね、わかんない人に言うとね、本当にね、お金詰めば出るかな。まあ課金ゲーだね、わかった。出るかな。やらないでおく。おすすめはできないかな。おすすめしない。もう他にもいろいろあるよね。なんか課金ゲー、ね。課金ゲーたくさんあるからね。うんうん、あんまね、課金してもいいけど、ほどほどに。ほどほどに。確かにその通り。後で痛い目見るよ。本人の雑談。経験者は語る的なね。経験者だね。うるさい。大丈夫だ、まだ見てない、まだ見てない。あ、じゃあ見る予定なんだね。見る予定。見る。ねえ、予定じゃない、予定じゃない。見ない。まあツイッターのアカウントとか。ああ、しないね。ツイッターアカウントは@NSMRADIO2016@NSMRADIO2016ハッシュタグはね、サブヒ、カタカナでサブヒをつけて送ってください。待ってます。はい、はい、この番組は名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校の協力でお送りしました。